サナちゃん見てるくるぶしです。サナちゃん見てるチョモラです。くるくるチョモチョモ、くるチョモチョモ、今日はいい日だね。サナちゃん見てるくるぶしです。サナちゃん見てるくるぶしです。痛い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 。あれ、どうしたんですか。最初の被せも面白かったんですけど、どうしたんですか。ちょっと暴れやってるかもしれないんですよね。冷や汗出てるけど大丈夫。折れてるの。いや折れてはないと思うね。折れてたら分かる。もうね、肋骨折るの慣れてるから。去年はね、なんとか無病息災で過ごせてんけど、一昨年は俺怪我と病気めちゃくちゃ多くてね。あ、そうなんだ。一昨年言えば俺肋骨4回折ってるからね。多いね。うん、もう2骨しか残ってないじゃん、肋骨。なんでなんで体質分からん。でも大体自分で折ってんねんな。今回はどうやって折ったんですか。あのね、折ったっていうか痛めた。いつもはエレキギターをぶん回してる時にライブ中に、あばらに当てて折ってたの。シャランキューの畑みたいな。畑さんは綺麗に回すねんけど、俺はもうギターを持ったままちょっと暴れるので。あー、確かに。それでね、当てちゃうんですよ、あの独特のステップね。でもね、今回はギターではなかったんです。え、ギターじゃないの。検証してみたところ、当日に録画してた動画を見直してみたんです。俺どこでこれやってんかなと思って、ギターどこで当てたんやろうと思って見直したら、ギターは一発も当ててなかったんですね。おで、いや、じゃあこれライブ中じゃないんかなと思って、まあでもまあ引き続きその、まあ、チェックのために動画を見てたら、これやんっていうのが発覚しまして、こちらです。はい、これでした。なるほどね。バチコンや。これは痛いわ。マイクバチコンや。アホアホアホや。湧いとる湧いとる、ほんまに。しかもその後ライブ2本もやってるでしょ。もう絶対早く死ぬ。そんな今日はチョモちゃんがあばらを痛めてるということです。あんまりこう笑ったりするのも辛いなということでですね、今日は、俺の滑らない話を、一本で、ね、お送りしたいなと。あかん言うてる。実はなんだけど、もう滑ったことないんですよ。すごいね。滑ったことないというか、多分あのなんだろう、あの下手だな。ちょっと待って。ちょっと待って。ただの実体験なんだけど、これきっかけに本家に呼ばれへんかな。本家出てほしいわ。出たいわ。なんか今一般枠もあるからね。いや、ほんまにね。チョモちゃんにはこの話をしてなかったし、今日は脇腹を痛めてるチョモちゃんにですね、あのクルちゃんで言えそうだった。最近さ、俺愛犬シフォンちゃんって言って、呼び名がさ、めんどくさいからチョンって呼んでんの。チョン、シフォンちゃんをチョンって呼んでんの。チョンって呼んでんの。最近さ、もうチョモって呼んじゃうことが多くて困ってます。俺のこと好きすぎや。じゃあその痛い言うて滑らない話を。あ、怖いよ。したいなと。まあ柔らかく聞いてください。分かった。じゃあ俺はここが一視聴者ですね。隣で聞かせていただきます。で、この話はね、もう5年前ぐらいの話なんですけど。お、っていうとクルちゃんが高校生の時の話だね。バカ野郎。35や俺今年。その当時付き合ってた彼女と同じベッドに寝てたんですよ。冬場だったんだけど、オナニーをするわけですよ。それでも同じベッドでも俺はね。で、お前さ、はい、隣で彼女寝てんやろ。寝てる。彼女寝てる横で。いや、一人ですんの。いつもは寝たのを見計らって、ソファーに移動して横になってやってたんだけど、その時寒くて、あー、なるほどね。すげえいびきかいてたしさ、バレないだろうと思ってやったんですよ。ほんま。で、あの寝てる彼女のここにスマホを立てかけて、で、見出したんですよね。あ、全然いびきもかいてるし、あ、これはいけると思って、で、しこってたんですよ。あ、もうすぐ行けると思って、わ、今日はソファに移動しなくても大丈夫だと思って、わ、あ、もう行く行く行くっていう時に、前の彼女がパッて起きて、今地震あったよねって。アナルに入れた。あの、す
すごい形相で起きて俺がすごい揺れてたから当時やっぱ震災とかも変な話あったし地震に敏感な時代だったらさすごい形相で起きてさでタイムラインとか地震の情報見出してさいや俺トラック取ったからじゃないとかでごまかしてまあまあそんなことがありましたまあまあね彼女の、横でオンラインにするときは気をつけろよこれどうやって切ろうかなうん、彼女横に出てて一人でするのなんてもう俺バッファローゴロの木村さん